どうもこだまるですきーたろですじゃあ今日はビーファーストの東京ドーム公演が Amazon プライムビデオにて配信決定したのでそちらを紹介していきますいやなんかすごいニュースだねねーいやなんかさそもそも Amazon プライムでさ配信決定ってすごくないその太っ腹な感じする、うん、めちゃくちゃいやそうななんかさうちらその 2B セカンドアルバムの 2B にさその アリーナ公演がさあの特典としてつくじゃん DVD ブルーレイにそう、うん、だからドームは単体で出すんだなみたいなさ言ってたけどまさかの世界配信とはみたいないやそうでもさよくよく考えればめっちゃいいよねその宣伝になるじゃんやっぱ見てもらえる人が、まあ、増えるじゃん母数が増えるっていうかさ うん、そうだね。まあ買う人はさ、ファンは絶対買うけどさ、うんうん、確かにそれ気軽に見れるって言ったら、そのハードルめっちゃ下がるもんね、アマプラだったらいや。下がる下がる。アマゾンって利用してる方多いからね、やっぱ。あ、そもそも。うん、いや、うん、てか、ほとんどじゃない。ほとんどっていうか、うん、<laughs> 結構、結構みんな入ってるじゃんね、やっぱね。うん、プラのビデオ入ってる人多いね、結局ね、アマゾン利用するからって言う,、ね、うんだよね。うん。そうそうそ、うね、あの送料もね、無料になるしね、アマゾンでね。そう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 、だから、 めっちゃいいと思って。びっくりした。私、本当あり、なんかなんだろう、その、その概念なかったから、もうさ、DVD、うん、ブルーレイで課金するんや、あの、あれだと思っとったから、なんか、うん、もう聞いちゃったもんね、ポストで。これは、<laughs> あの、見れるんですね、会員だったら、みたいな聞いちゃったもん、ポストで。 あー、なるほどね。ま、あそうだね。そのアマプラでもそうそう課金パターンもあるもんね。プラスで払ったら見れるみたいなパターンもあるもんね。そうそうそう。でもそういう案内ないじゃんね、今のところね。うん。うん。そうそうそう。すごいと思って。う,うん、うん。うん。嬉しいよね。なんかあの、ちなみにさ、バンドのキングヌー好きじゃん、僕。うんうん、でキングヌーも東京ドーム公演でアマプラで配信したんねあ、そうなんそう。 だからその,そ,のその流れをさ一回知っとるから「b e f i r ストもなんだえめっちゃいいみたいなそのやっぱ気軽に見れるからねうん,うんそうだねえこういうのって世界配信とかなんかね普通にねうんでも世界独占配信だからそうだねもう日本とか国問わず見てもらえるねいやーすごいよねなんかいいねいい時代だよね本当に<う> <laughs> いい時代うんいやめちゃくちゃいい時代だって普通にさ 8,0009,0001万円ぐらいでさ買うやつなんぜうんうんそう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 すごいよねだからでもそれの利益よりもより多くこのライブを見てくれた方がゆくゆく後々お金になるお金になるって言ったらあれだけどファンになるファンになるそのあれになるからいいこのままでも言ったけどいい宣伝を巻いたっていうかね種まき種まき種まきうん すごい、もうさすがと思って、もうなんかね、うん。いや、なんか感動したそう。で、あとね、あの、私のその、なんかちょっとポストでもね、少し反応いただいたんだけど、なんか結構、ドムハラから卒業できますね、みたいな方多くて、うん。<laughs> ドムハラ、確かに、と思って <laughs> <ねえ>。<laughs> すごい、なんか、罪感じるじゃん、俺。<laughs> ドムハラしてたんか、みたいな <laughs> <ねえ>。 知らぬうちにね知らぬうちにほらそれがハラスメントじゃんやってる方に気づかないパターンだからいやでも実はいやでもこだまるも言ってるし俺も言ってるしさ、まあ、ネタだって分かってらっしゃるよね <laughs> 皆さんね本当に思ってたね <laughs> 本当に聞いたらドムハラしてんなみたいなこだまるさんかわいそうみたいな <laughs> 違うよねいやいやもしかしたらそうかわいそうのパターンもあるちゃうよ <laughs> <laughs> なんでけよ。すごい。配慮したね、か、いっぱい。配慮 <laughs> したよね。どばらしたとか言ってね。頑張って値段にしとったんにね。<laughs> そ,うそ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 う。まあまあ、冗談置いといて。そうだね。まあ、確かに。だから、この丸も本当に、そうだね。いろいろ雰囲気とかお伝えしたし、ちょっとさ、ほら、うん、ワイドショーとかでも、ね、ちょっとした映像はあったけど、フ、うん、ルで見られるから楽しみだよね。うん、楽しみ。いや、なんかね、思った以上にカメラ近いなとか思ったわ。<laughs> あの思った以上に。 うんうんうん、うん、そうだねあの予告動画とかもさあったけど予告の映像とかもあったけどあのカートね、うん、あの噂のカートとかもさほんとカメラマンさんすごい,ギュイーンみたいなううん、うんすごいすごいえしかもさなんかさりゅうちゃんさお行儀悪いとこないと思ってやっぱそうだよねお行儀悪いね <laughs> そうリュウちゃんだよお行儀悪いお行儀悪,悪いって表現が受けるわ、うん、なんかほら足を置いとんねんか ああ、そうだね。前の方に。そう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 。うん、え、てかすごいね。えー、なんかこの。 汽車ポッぽにさ走ってる汽車ポッぽにさあの路面電車に乗る若者みたいなそうだとかさなんかいいよねこのさ <laughs> <laughs> あるよね急にフラッと行って、うん、カランカランカランって行くやつ <laughs> それさそ他の国のすっごいさ <laughs> 電車の周りとかムグーっているやつじゃなくて <laughs> そうそう <laughs> それ富山じゃあり富山もねあの路面電車あるからさあるけどね横乗りみたいな出来もんね いやそう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 だから確かにそうなんかこの映像見てちょっと思い出したけどそうあのねカートの時とかもカメラさんもカートに追いつけ追いつけとすごいダッシュしとったんで結構そのカートーカメラマンもさカート乗るわけにはいかんねんか危ないのがぶつかったりしたら、うん、だからカメラマンさんは走っとるんよタタタタタタ,タって、うん、え超大変だね そうでもブイーンって爆走すんねんかとからそれにさめっちゃ必死に食らいついとるカメラマンさんとか上から見とった俺は。<laughs> 頑張れってなるよね。カメラマンさん頑張れってなるってやっぱさマナと爆走すんねんかマナとでもさその私そのマナト見たいなと思ったんだけど11秒ぐらいのところでマナトと漁と旗の組み合わせのさの、ね、やつがあって、うん、そうなんかさ漁旗マナトの上に乗っとるかちょっと。 これもしかしかあり映像なんかなマナトの頭から出てきとる漁期って <laughs> いいなんかさ病気のジャケット傘さもマナトの顔にかかっとってさ <laughs> もうなんかそご <laughs> <う>視界危ないみたいな感じになっるよ、ね、<laughs> でしマナトも手離しとるんでんならえちょっと待ってマナト安全運転してくださいえか走っとるんかな分からん漁期がやっぱマナトの頭から出てきとる <laughs> 出てきとる風に見えるねうんね からんんけどいなでもそうだから爆走はあんま見れんかったじゃんマナットのやつはうんうんうんいやーでも確かに何かいろいろ思い出してきたわそうカメラってかそのアングルとかも凝ってるってこのドローンもあったよねあったよねそう,そうなんかその映像の感じがさ本当にさ美しいから凝ってるし迫力ありそうだよねいやありそうありそう え、楽しみだね。え、なんかさ、ごめんね、私、まだこすっと、まだね、ごめんね、私、今まだね、キータローさん全体のとこ行ったと思うけど、私、まだ運転のとこ見とるんで、まだ、ちょっと待ってよ。いやいやいや、<laughs> そうだね。まあ、ここ多分初めて映像化されたもんね。だから多分皆さん、多分見て、ね、まだ見られてない人たち、<laughs> まあドムハラ、そう、まだ見られてない人たちは、初映像だもんね、カートはね。そうだよ。あの、今の、だから、今さ、その、なんだろう。経験者と経験者じゃないさ、みたいな、なんだろうね、この、なんか、<laughs> なこの差ってこの差って何ですか、うん、みたいな <laughs> そう階級差みたいなねなんか <laughs> なんか感じたわ、まあ、確かにまあでもカートで分けくのは分かるわだって普段のライブでないシチュエーションだもんねそうアリなナでなかったからなんかそのどういう感じなんだろうみたいなのが、うん、分かりやすくねこう見れるから興味あったわけよえ、うん、なんかシュントのさこのなんかシュントこのベストすごいあれだね腕めっちゃ出とるけどめっちゃ腕太いねやっぱ。<laughs> <laughs> 本当<に>確かにもう鍛えとるからねあの、うん、柄はすごいかわいいねトランプみたいな紐<う>みたいな感じじゃんに腕ってなるよね <laughs> そうそうそう腕はもうすごいしさあのその駿のペアの相手はレオく、うんでレオくんも結構おらついとるんよなんかその確かにそっかだから結局もレオくんとドライブ行けばさこれさ感じられたん あケイ君、うん、お台場 <laughs> <laughs> これはいろんな話につながるからちょっと置いとこうかじゃあ <laughs> あそうだそうだ <laughs> ごめんなさい <laughs> あとさその周りのさそのベスティさんのさ表情とかも見えるけどマジで本当に驚いてるよう <laughs> 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 みたいな感じが見えるからうん、うん、なんかテンション上がるねやっぱさこんなくんのみたいになるわけじゃんねうん確かに確かにそうだね<あ>臨場感やばいもんね、うん そう楽しそうと思ってさ、うらやまー。えー、やばいなえ、なんかすごい綺麗だね、映像。<laughs> 全体的なことを言っちゃう。<ー>そう。もう一回、ふわ<何>ーんみたいなとこいくふわーんってなった。ふわ <laughs> ーんみたいなさ。私さ、あの、マスタープランが東京ドーム初日の時に初めてありますよみたいな。なんかその、あるかどうかすら聞かされてない状態で見たよね。そのマスタープランっていう曲をね。うん、そうだよね。そうだね。 うん、そうでその時どうだったみたいに言ったら桜がどうこう言っとったんよ桜吹雪がどうこう言っとって桜桜みたいな,なその情報しか得れんかったんで、ねうん、<laughs> 確かに俺のした記憶が桜しかなかったからね <laughs> そう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 これ見たらもう本当に桜吹雪だからあ確かになってすごいなんか答え合わせはできた感じがあってすごい嬉しかったじゃん分かってくれたすごい分かったよこれ。 えー、いいじゃん、うん、こういう映像だったんだいいないいなっていう感じすごいほんといいうん、うん、そう映えるよねこのピンクの桜吹雪がさもうすごい量じゃんうんだからもうすっごい綺麗だよね映像としてもいやこれさ最初さ見てなんか衝撃的すぎて、うん、確かに記憶はなくすかも <laughs> なくなるかもそうな、うん、そうすごいやろだこのさ予告編だってささもういろんなさ、ま フローと乗ってたりとか、まあ、顔ともそうアプん、うん、リュウちゃんがアップでうるっとしてる顔とかさもうこんなのさ見せられたらもう記憶さ忘れるようーんやっぱそうか、うん、そういうことねうん,うんあとさ6秒ぐらいのところめちゃくちゃさセクシーなジュノンみたいなの写らん下からのアングルのわかるいやわかるわかるすごいねこれなんか <laughs> なんか急に美の、うん、そうそうそう,そう急に美のシーンやんと思ってね そ片手さちょっとね首の後ろ頭の後ろ置いて決めポーズみたいな雰囲気で一瞬だけど、うん、いやーなんダンスなんだろうけど決めポーズに見えるねなんか美しいから、うん、うんうんいいよねいやでもなんかこのカートの乗り方とかさ見ててなんかこれさ乗りながら歌うのやっぱ難しそうだねやっぱ怖いよねうんてかあの後ろさそんな安定感あると思う <laughs> その、うん、いやそうそうそう って,て急に止まったりもさするだそうそうそうなんか紐ついてるわけじゃないもんねメンバーにねうん、うん、あとさそのりゅうちゃんのさアップのところりゅうちゃんっていう感じで映るところ、うん、金髪のね髪の毛でこれはうるっとしてるんね私さなんとなくりゅうちゃん綺麗だなぐらいに思っとったんやけど<う>これうるっとの目なんねこれさそうなそうなん,なんかちょっとね一瞬なんだけど止めてみたらねうるっとしてるんよりゅうちゃんが。 これあの記憶ちょっとリンクするこういうなんか表情とこの感じ衣装とかそうだねうんいやちょっとねもう僕の記憶さんはどっか行ってしまわれたけど <laughs> そうでも確かにほりゅうちゃんはほら挨拶っていうかその「シャイニング g の時とかもさね、うん、すごい涙涙のところもあったしやっぱこう歌ってる時もそうなんだみたいな歌ってる時もやっぱまあそうだね確かに目はねそうなんよなんかいいなと思ったわ、うん うんそう。考え深そうなウルうル目がね、いいよね。そうだね。いや、そうそうそう。あとさ、あの、ムービングステージ的なやつ。なんか、やっぱさ、うん、すっごい高いね。<laughs> あの、どう考えても高いね。こうスケルトン系のやつでさ、<う>本当に高いね。うん。そうな。ねえ。怖いよね、これ。上乗ってたらね、絶対ね。いや 師教師でしょ私も公私教師だからマルトよく乗れたなと思う普通に確かにもうさ下見れんだろうねもう下はないものとして下ほら透けちゃうからさね、うん、下のお客さんとこ見えるから、うんうん、そう怖かっただろうねなんかさアドレナリン出てるからたぶんまだできるような気はするけどなんか、うん、お客さん目の前にしたらまださなんか楽しくなっちゃっていけると変わるかもしれんな,ここなんかリハとか無理かもってなるかも <laughs> 普通に 確かになんか冷静にさだか賞金なったらダメだよねこれねうーんいやーでもてか本当に上の方までやねいるよねすごいねいやそうそうな超満員すげえ <laughs> すげえ<ー> <laughs> んかやっぱさ私景色も見てないわけじゃんねでドームってそんな行かないから私うーんそうアーティストのライブそこまで行けないからさこのなんかドームのこの感じの景色いや てか綺麗だよね AKB で思った記憶はある、うん、東京ドム公演とかでそうだねうん,うんそうやっぱライトもあるしさほんと星空みたいなほんとやっぱ圧巻でね、うん、綺麗だしねそう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 あとさなんかタオルさみんなでわーって投げてるとこあるじゃんあれさなんかそんなとこあったっけごめんねあのほら見てない上にまなんか聞いてる何だろう聞いたさんからの情報しかさ私ない、ね、かで記憶なくしとるから多分どっかその投げてわーみたいなとこあったん、うん ちょっと待ってよこんなピンポイントで <laughs> <laughs> 聞いたるさんも記憶もしかしてあのちょっとどっか行っとるけそうでもほらその後のさフロートのシーンとかもあるけどさやっぱタオル持って回す曲あるからやっぱそのね<ー>みんなで回そうぜみたいな振り,、ね、振りのところの曲はあったから多分その後だよね、うん、きっとね投げてるのはねいやまあちょっと私に聞かれてよみたいなところあるんだけど <laughs> そうあったちゃあったちゃ <laughs> いやそうなんかねあその知らない感じのシーンだなってなんとなく思ったんよねでもさ最近の風ー音さなんかすごいよねいろんな形あるね私その最近のこの、ねうん、カラフルだったりなんか段差があったりとかそういう風ー音ってあんま見たことないから面白いなと思うわうんねそうだねなんか本当船みたいなね

そう本当パレードみたいな感じです本当すごかったわ確かにあのー、うん、うん、このあっかんって感じみんなが乗ってくる船みたいなあ、あのー、だってアリーナだとその仕様はなかったじゃんね全員あったっけうん、うん、全員はなかったよね,ね多分2つでで途中でクロスとかだった だか,らなんか真ん中でとかねうんそうそうそうだからさ結局分けられるとお馬さん状態になるっていうかやっぱね馬さんにならなきゃいけないか、うん、うちらあれこっちもでもあっちもいるみたいなさ感じになるからそうだねそうだねうんそう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 かなんか一つなのもいいなと思うほかなん当ドームならではの演出って感じでめっちゃいいよ確かに確かになんかあと何より全部でかいなっていう感想になるよねなんか全てがさスケールアップしとるからスケールでかい そうだね。もうさ、スクリーンっていうか、もステージのスクリーンもさ、本当にさ、目いっぱいね、うんうん、ステージにさ、広いからもう、うん。超でかいもんね。いや、超,超超超超でかいからさ、うん、なんか今まで。 ライブ映像だったら、やっぱまあヨ裕儀のやつが私は結構記憶に残ってるんよ。まあなんか、ね、ビバラとか、まあ見たけど、まあちょその、あれが違うじゃん。良さが違うっていうかさ、その単紋じゃないしね。うん、そうね、単紋でこの規模でってなったら結構、その規模感だけでもかなり圧倒されそうな気がするわ。こう映像で全部見てたら、ずっと。確かに確かに。そうだね。うん、う,んうん。しかも家のテレビだからさ、結構ね、大きい感じでさ、うんうん、見れるのいいよね。 いやそう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 ,そう,そう花道もやっぱ広いってかじゃあ長いし横も長いし、うん、みたいな,なんかステージのなんかステージもでかい <laughs> すげえなみたいなすごい,い,いってなるうんえー、これどっちなんかな1日目なんかな2日目なんかないやーどうなんかねそっか BE:FIRST だったらどっちでもありえるね そうまあ混,ざ混ぜてくる場合もあるしねあそのベストテイクっていうかさそのいい方を使うみたいなこともねもちろんあると思うし編集によってはうん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 まあ何か初日の,あの涙涙みたいな感じをもう一回見たいっていうのもあるし逆に僕2日目行ってないから2日目を見たいっていうのもあるし、うん、みたいな確かになんか、うん、ま普通だったらやっぱ初日の方行くかなっていうような気はするんだけどねうん,うんでもなんか変にそのなんか泣いてるところを なんか残すのはなんかっていうのパターンも全然あるじゃんね2日目わかるわかるわかる、うん、そうそう全然2日目なんか2日目の方が結構そのねライブ感もっとあったみたいなその感動は1日目の方が強いみたいな1日目は結構感動なんか1日目は結構感動みたいなさその初めて立ったみたいな側面強いけど 2>, うん、うん、2日目は結構そのライブ感がすごい良かったみたいな声も聞いてたからうん、うん、そう2日目は残すってのも全然あると思う,うん、うん、ねわかるわかる、うん、え じゃあ2日見せるそのさね1話2話で分けてもらっても別に大丈夫だよねこちらとしてはね全然いいですその分やりますから <laughs> <laughs> ね予想で20番地ぐらいいくかっていう方とかいてるそういえば <laughs> にいやでもささすがにそれはやりすぎかもしれんけどそのなんかそのアマプラだから多分期間限定とかじゃないんよ多分,その多分まだ決められてないはず多分割とその長めにさひとまずは期間は設けられてると思うからうん、うん、そのお尻がないしなんかすごいうちらやれそうだよね。<laughs> <laughs> すごいできます私たち準備できてますみたって感じいや本当に嬉しい楽しみ。ねえ。 あとさ、やっぱ何よりこの映像としてさ、このかっこいいどういうシーンだとかそういうのもめっちゃ気になるんだけど、そもそもさ、その乗ってる歌声が、マスターブラウンを披露してくれた時の、まあ、そのライブのさ、音源そのままやねんか、乗っけてくれとんねんか、う,んうん、うますぎん <laughs> うますぎんってなったんだけど。いや、そうなん ねえ、だってマスタープラン東京ドームで初めて披露して、まあ、それが1日目なのか2日目なのかまだ分からんけど、でも本当初めてには変わりないじゃん。その最初からさ、このうまさやばいよねうん、うん。いや、そうそう、声が乗りすぎずってさ、あなでらないのとことかさ、あられらないこれがもだし、うん、いや、あられらないのとことかもすごいっいや、そうそう,そう、両気のさ、あの、え <laughs> 最初からこんな感じだったっけみたいな。<laughs> そ<う>れ一応、そうそうがなりがやばいよね。 かなりがやばいんよね。そう。うん、で、最後のさ、そのマラトの、あたらたのさ、あの、余韻残してくださるから、結局。そうなんよ。え、結局あの余韻のまま、なんかさ、うん、終わりみたいな感じじゃん。なんか <laughs>、うん、えー、みたいな。もうさ、 この予告だけでもやっぱなんだろう歌声で感動できるよね。普通に。わかるわかる。そうだね。うん。いや、それはもうビワソならではだわ。ああ<ー>。うん。えー、いいな。キータロさんをつっとったら言うね。私。見つけるね。頑張る。い<や> <laughs> 無理。こなまるさ結構さ、そう。まあ場所的にはさ絶対俺は無理だけど、うん、こなまる見つけるの得意だもんね。<laughs> <laughs> ノーーススリブ聞いたら <laughs> そうそうあっ聞いた集合写真いるって言ってたよね <laughs> <laughs> <そう S 1>。以上でね今回はビーファー s ンの「ライブ・イン・ドーム2024」メインストリーマスタープラの東京ドームコインがね7月12日よりプライムビデオで世界独占配7月12日よりねプライムビデオにて世界独占配信決定したのでそちらの話を押していったんだけどえもうさすぐじゃないもう7月になってもうすぐだよね。 もうすぐ,ですぐいやなんかしかもさ13日って音楽の日じゃなかった7月の13そう十三が音楽の日だね12が金曜日だねうん忙,忙しいね楽しい嬉しい悲鳴で、うん、ねえやばいね BE:FIRST の東京ドーム公演の配信が楽しみだよねドムハルの卒業ホッホッ